はステージで緊張したとしても普段通りの実力が出せますか？出せません。以上です。まあ踊るよね。私も出せません。緊張して実力が出せないっていうのはもうほとんどの人がそうで、でも実力っていうのは当たり前だけど底上げしないと、ね、緊張してどっちにしろ実力出せないから、じゃあ別にもういいやじゃなくて、うん、底上げすることによってその緊張してもある程度のレベルっていうのは保てるわけですから、うん、その底上げが重要なんですよ。でそれでその 100% の実力っていうのは上がっていくわけで、でその 100% からだいたい 70% とか 60% とかね、半分とか、まあ、そのぐらいしか出せないわけですよ。悔しいことに。だからその練習通りの実力が出せれば、御の字だよね。うん。でもなかなかね、だって人がさ、こんな観客がブワーっていっぱいいて、一発勝負で、それは緊張もしますよね。それはもう、常にそのプレッシャーっていうのはありますよ。確かに。特にね、歌ずっと長年やってきて、どん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 そのプレッシャーって高くなっていくし、ね、昔には歌始めた時にはなかった、もっと背負うものが多くなればなってくるほど、やっぱ緊張っていうのはどんどんしてくるし、うん、まあね、歌始めて初めて舞台に立った時はそれはそれで慣れてないから、それは、ね、それはそれで緊張するんだけど別の緊張がどん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 出てくるんですよ、うん、だからね、緊張っていうことに関してはどっちにしろね、常にあるよ。喋り声が通りません。歌をやってない人でも通る人はたくさんいるので、さすがや喉の喉開けの問題でもないと思うのですが、何が悪いのでしょうか？ああ、喋り声別に通らなくてよくね？いや、でもそれはね、俺普通にベーって喋ってる。でも最近の動画で喋り声の動画、話し声の動画上げましたけど、話し声は結局変わらないと。そうだよね、そんな、でもまあ通したいんだったら、ちょっといい声でこっち側で喋ればいいんじゃないの？そしたら通るよ。そうそうそう、開けるっていうことですよね、はい、こうやってこっち側で。だから発声練習をしてからそういうのが、あ、喉を開けたらこういう声が出るんだっていうのが分かってくると、喋り声にも活かすことはできるけど、でも普段からこんな喋り声でやっても疲れますよ、それはそれで、うん、僕は歌唱技術ももちろんですが、歌を通して伝えたいことがなかったので、うん、歌のプロを諦めました。なるほどね。伝えたい、別にあの誰が言ったわけじゃないけど、その歌とかさ、発声とかさ、はい、は、あの、言語とかと一緒みたいな。はい。その、伝えるための手段でしかないってことだよね。はいはい。その歌で満足、その、発声で満足してたら、何もないわけじゃん。はい。本当に、自己満なわけじゃん。で、何を伝えるかって言ったら、歌を伝えるわけだから、歌の歌詞とかさ、はい、メロディーの美しさとかさ、はい。そのための道具っていうことだよね。そうですね。そういうの、ところに行かないと、やっぱり、その、まあね、曲を歌い続けるというのは難しいね。その、まあ、発声を教え、まあ、ある意味、この業務をやるだけだったら、それはそんなに、そこまでいらないかもしれないけど、もちろんその曲持ってこれ、来た生徒さんに教えることができなくなっちゃうね。でもそういうことじゃない。そうですね。歌手であるっていうのはやっぱりそこだと思うよ。そうです、ね。うん。だから、こういう諦めは、うん、こういう諦めは、まあ、真っ当だと思います、うんうん。ないんだから、それは別にいいと思います。ない、あるのが素晴らしいわけじゃないから。